何でも聞いてください。本当ですかはい。はい。いろいろ聞いて大丈夫ですか。大丈夫です。受講だから言ってもいいと思うんですけど、女性は活躍できないって。きっぱり言われたんですよ。ね、o. B. 訪問、はい、OG 訪問で。まあ、O. G. はいないんですよね。三十、はい、で何者かになって、子供を産めるような人生を送ろうと思った時。ね、営業という仕事は。一年目で、五年目でも。同じだけ評価されるから。そのキャリアの早巻き。 結局向いてなかった <laughs> 一人で勉強するっていうのが向いてなくてミン、はい、トンみたいになっちゃって昼まで寝て笑っていいともんなが起きるみたいな <laughs> 私何やってんだろうって思って、はい、私も本当にトレンダーズ大変な時に、うん、藤田さんに辞めたいって言ったら「はい、人生後悔するよ」って言われたからそうだなと思って私も「 よろしくお願いします。お願いします。はい。瀬ーさん、今日ちょっとあの、そっち見ていただいて。キャリア年表っていう。すごい。今日ちょっとこの年表に沿って、スネザーさんのキャリアの裏表を。教えてもらいたいなと思ってるので。何でも聞いてください。本当ですか。はい。いろいろ聞いて大丈夫ですか。大丈夫です。はい。じゃあ、お願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。 まずあのリクルートに入社されたって最初にリクルートに入ったこうきっかけっていうのは何だったんですか,なんか当時就職氷河期だったんですよ、ねはい、でもう女性っていうだけで書類に落とされたりとか、うん、あと今だったらインターネットで応募すると思うんですけど <laughs> あの本当に電話をかけて説明会を予約するとかでももう本当いろんな仕切りが女性っていうだけであったんですね。 で私は、あのー、初め、広告関係の仕事をやりたくて、電通とか博報堂とかそういうキラキラした憧れて、そこに行きたいと思って活動してたんですけど、まあ、ちょっともう時効だから言ってもいいと思うんですけど、博報、はい、堂のなんか方とかに言うと、女性は活躍できないって、もうきっぱり言われたんですよ。面接で言われて。面接とかリクルーターの方その OB 訪問、おうち訪問で、 まあ、OG はいないんですよね。で、OB で行くと、全然その女性は活躍できないよってさらっと言われて、え、でも、ストッキングの広告を作るには、履いてる人間の方が伝わるものは多いと思うんですけどって言っても、綺麗事みたいな感じで、で、私、あの、中学高校が、まあ、女子校出身だったんですけど、いではい。ではい その名簿と、あと、まあ、大学の名簿に、当時、住所と電話番号全部書いてあったんですけど、はい、就職借期まで。はい、で、博報堂と電通の人とか、もう全部電話して、100人ぐらい帯訪問したんですよ。はい、で、本当に女性は、なんか、英語が喋れて、逆になんか、ビッグスポンサーの娘とか<ー>、枠持ってるのとか、もうそういう感じの、本当に異次元のキャリアの人しか採用されないんだと思って、はいはいうん でそれで就職活動の方向転換をしたんですよ。じゃあ女性が活躍できそうな会社で内定をまず取るっていうので,でそれで化粧品会社さんから始まって、まあ、女性の営業部隊を持っているような日本生命さんとかあの、まあ、メーカーですね。はい、だから受けた会社はノエビア化粧品さんとか、うん、あと、まあ、コカ・コーラとか。 あと、ま、一応固いところで東京電力とか、そうですね、NTT ドコモさんとか、そういったところにどんどん泣いていただいて、で、ある日リクルートの人から連絡が来て、なんかそれはたまたま家に電話がかかってきて、あの、リクルートの就職情報を作ってるんだけど、就活の生の意見を聞かせてくださいって言って呼び出されて、5人ぐらいでなんかこう、ディスカッションする。 まあ、あれは、はっきり言って採用目的だと思うんですけど、えー、昔そういうことやってたんですよね。はいはい、<laughs> リクルートさんもいろんな方法、就職ジャーナルなんで意見を聞かせて、はい。その中でいいなと思った人をまた呼んで、みたいな感じで。えー、で、その時に私についた担当の女の人が、すっごい素敵な方だったんですよ。うんうんうん で、お綺麗で仕事も楽しそうで、で、私、その就職活動中に、それこそ、まあ女性のメーカーとか、そういったところは割と通ったけど、うん、やっぱり行きたかった電波とかは、うんまあ、もうちょっと固い会社を受けると、 大体なんかバカにされるっていうか「その趣味なんですか?」って聞かれた時に、うん、私当時趣味サウナだったんですこれ本当で当時スカッシュっていうのをやってたんで、はい、そのスカッシュやった後に「サウナは、うん、入って気持ちいい」みたいな「趣味サウナ」って書いたらこれは受け狙ってんのみたいな感じで、はい、圧迫面接本当にすごくて、はい、でそういうことにずっと悩んでたんですよ就活中に。ななんんでこんな 感じなのみたいな。そしたら、そのリクルートの担当の人は、なんか私のその就活の悩みを聞くみたいなスタンスで、そういうのなんか大変だよねとか、リクルートはそういう男女の区別はあるけど、差別はないよとか、重い荷物は男の人が持ってくれるけど、責任の重さは一緒だよとか言って、かっこいいと思って、<laughs> はい、それでもしかしたらこの会社なんじゃないかなって思って、で、受けたいなと思ってリクルートを受けることになったんですよ。 女性だからそういうふうに言われるみたいなのがないっていうのは、うん、もう当時はまあもちろんあったと思いますはい、はい、その日本コカ・コーラさんもうん、うん、まあ内定できたわけだからうん、うん、そういうまあ外資でもう男女関係ないとかっていうのはそのまあ内定した会社はあったんだと思いますし、はい NTT ドコモさんもすごく女性をこれから活躍させたいっていうことで、まあ女性なんとか枠みたいな感じだったと思うんですよ、内定も。そういう枠がはい、そういう女性活躍枠みたいなのがあるようで、<ー>そのリクルーターの人も女性出してきて、女性のもうこれからは女性だみたいなことを言ってて、ただほとんど多くの会社は表面的にはそのリクルートブックみたいなのには女性もって書いてあるけど、実際はそんなことないところがほとんどで、うん なんかその現実を知った時に、私はその自分の人生を考えた時、結構不思議な家庭っていうか父親がうん、うん、その経済的に自立したら自分の意見を言ってもいいっていう教育方針だった子供たちにも。はい、<ー>子供たちにも、まあ。あと年功序列だったんですよ。だから、はい、なんか姉と喧嘩すると姉が正しくて私が悪い。 し、<laughs> なんか、父親が一番偉くてっていう、こう、年功序列で、かつ、自立した人間は、あの、意見を述べてもいいっていうことだったから、私は大学出たら、もう、絶対一人暮らししたいなって思ってたし、あとなんか、小さい時から、結婚して子供を産むっていうのは、自分の人生の中に入ってるんだけど、私の頭の中では、その、旦那さんが手伝ってくれるっていうイメージが持てなかったんですよ。なので、まあ、父が、 母が専業主婦で、はい、まあ父がすごいそういった感じだったので。 じゃあどうやったら自分は仕事をしながら子育てもできるようなキャリアを描けるんだろうみたいなもうほんと今見てる人何の話してるか分かんないぐらい当時は時代作家だったんですけど<ー>その時に私は30で何者かになって子供を産めるような人生を送ろうと思った時そまあリクルートっていう男女平等にも興味があったしあと営業っていう仕事は1年目でも5年目でも出したら同じだけ評価されるからそのキャリアの早巻き 女性だから、早いキャリアを巻いた方がいいんじゃないかって思ったので、リクルートにしました。なるほど。はい。リクルート入ってからは、実際はこう働き方っていうか。はい。今お話しされてたようなところはどうだったんですか。うん、そうです。すごいいい会社。<laughs> うん、いや、なんか、あの、今の時代は。はい。うんと、働き方っていうものは。定時で残業がないのが働き方。 っていう感じじゃないですか。はい、でも当時のリクルートの働き方っていうのは、どれだけ自分が決めた成果にコミットするかっていうのが働き方だったので、一人一人が好きなように働いていいっていう働き方だったんです。だからそれを旗から見ればブラックと思う方もいるかもしれないけど、私にとっては、その1年目から5年目の先輩と同じ成果を出したいと思う自分にとっては、もう本当にあらゆる い,いフィールドでしたね常沢さんはどれぐらい働かれてたんですか、はい、そのリハビト時代は <laughs> ブラックっていうのはましたけどいやあの、まあ、これは自ら進んで働いてただけなんですけど始発終電で <laughs> 始発でで会社に行くそうですね<お>朝の始発で寮,寮に住んでたんですけど会社の寮に住んでて、はい、5時42分かなんかの大鳥居の,あの京急かなんかに乗って、はい、その時に私の寮にど同期まあ リクルートの添付スタッフの方だけど、添付スタッフかあの、人材紹介の方の同期がいて、2> うん、朝2人で始発に乗るっていうのなんかお互い、今日もちゃんと乗ってるかなみたいな感じで、まあそういうライバルっていうか、うん、なんか私は絶対始発に乗るぞみたいな。で、そうして始発に乗っていいことは、うん、その、リクルートのできる営業マンの人もやっぱ朝早い人多いんですよ。 でそういうあのめっちゃできる営業マンで何度も社内で表彰されてる人が、はい、なんか朝私が行くとその人も奥の席にいて<ー>でなんか知らずにこう話しかけたり提案書見てもらったりなんか飲みに連れてってもらったり、うん、どうやってその人がその社内で伝説の営業マンになったかっていうのを教えてもらったりして可愛がってもらったのはすごく良かったですしあとなんか 社内の、なんか私はその1年目でも5年目になるために、やっぱり営業の提案書がすごく重要だと思っていて、はい、で、リクルートでは、まあ、要は求人広告でと、当時トラバイオとかビングとか、はい、今だったらネットですけど、紙媒体の、はい、その売ってたんですよね。で、それで、まあ、結局人材が足りないとか、人が辞めちゃったところに、ただただ飛び込んで、どうですかっていう営業はやしたくなくて、私なりに、その、はい できる営業マンっていうのは、欠員補充しませんかじゃなくって、御社っていうのはどういう事業をこれから目指してて、それにとってはどんな人が必要で、どんなことをなんか書けば刺さりますよね、みたいなことを、すごい、こう、もう、めちゃくちゃ勝手に熱くヒアリングして、お客さんちょっと言ったら5万円の本当にフロームウェイに出せばいいんだけど、うん、そのキャッチコピーにもやたらこだわる <laughs>、なんかこう、新人で、私としては、その、やっぱり、 会社に一人人が入ってきただけでも変わるっていうことを何度もその経験しているので、その求人に命を懸けていい採用をする採用担当者。だから営業マンじゃなくて自分はその会社の組織を変えるほどの人を採用するんだみたいな風に仕事してたらやっぱだんだん大きい枠とか、で、それをなぜできたかっていうと、その 新人って件数だけ回れとかいろいろ言われるんですけど、はい、私は絶対それもやるけど、うん、そのいい提案書を毎回作りたくって、うん、でリクルートではシーガルズコンテストっていうその提案書をめっ こういう提案をこの会社にして何,か何百人採用したとかこういう事業すら提案したとか例えば黒猫マトさんのドライバーを全部新卒採用にしてみたとかそういうやっぱりこうクオリティを目指すならこういう採用だみたいなことをいろんな人がいろんなことを考えたその提案書があって表彰されたやつが本になってるんですけどそれを会社の書庫に行って全部読み漁さってでこの人私思ってる人 だっていう人に全部内戦で電話かけて「ガルコン読んだんですけど」とか言ってそうすると毎晩ご飯そのすごい人たちと食べれるみたいな感じでまあその人たちみんな新人だから可愛がってでかつ新人で会っちゃったからもう私みたいしつこい人に会っちゃうと「次の企画書とかも見てください」みたいな感じで日曜日の夜に電話かかってきてうざがられたりとか。<laughs> でもそれぐらいもう自分の30っていうものをめちゃくちゃ考えて1年目を過ごしてた新人でした、ねうん。何由来でそのモチベーションと視点があったんですかもう一つはその誰かにやれって言われたわけではなくって、うん、本当に30までに何者かになりたいっていうすごい大きな目標があってできれば30になった時に貯金が1億円ぐらいあって子供を産めるみたいな。うんうん そしたら当時金利がなんか良かったからその金利だけで生活していけるんじゃないかみたいなことを小さいながらに考えたんですね。<ー>貯金があったらもし子供が生まれて会社クビになっても何年か暮らしていけるとか、うんうん、そういうことを考えてなんかそれが通らなきゃいけない道だみたいになんか自分としてすごく思ってたんだと思います。逆になんかそのリクルート時代にこう失敗したこととかってあるんですか、うん いっぱいあったと思います。なんか、よく泣いてましたね。そしたら、うん、なんか、なぜ泣くかっていうと悔しいから泣いてて、うん、それはなんか、当時、やっぱりこう、お客様からのクレームの電話とか、うん、もちろんあるわけじゃないですか。うん、あなたが書いた、うん、原稿が気に入らないとか、うんうん、自分なりにすごく一生懸命考えたことを、なんか、ばーって相手の方が早口で言って、で、私、 やっぱり、まだね、業界用語とかも全部わかんないし、すべての会社のビジネスモデル理解してるわけじゃなかったから、わかんなくて、なんか辛くて、電話切った後なんか泣いちゃったことあって、そしたらその隣に座ってる上司に、お前なんで泣いてんだよみたいなことを言われて、職場で泣くなって、泣いたら周りが何も言えなくなるから、トイレで泣けって言われて、その通りだなと思って、それからはトイレで泣くようにしたんですけど、そしたらそのトイレから帰ってきたら、その上司が、 その、なんて言ってたか、相手の方が。うん、ちょっと言ってみって言って、こ、うん、ういうこと言ってましたとか。ほら、もう分かってんじゃんと。<ー>その、お前は思いが強すぎて、自分はこう思うっていうのをが強すぎるんだと。うん、そうじゃなくて、もっと相手の言ってることをちゃんと吸収しろ、うん、みたいなで。私が一生懸命その会社を調べて、会社の資料とかを取り寄せて、うん ペンとか引いてると全然ポイント合ってないみたいな <laughs> どうしてそこが重要だと思うのうみたいな感じですごい本当家庭教師みたいにあの教えてもらって、うん、まあビジネスの筋トレっていう感じでしたねちなみにんていう方ですか岩下淳次郎さんっていう人なんですけど<ー>すごい感謝しててはい、はい、当時はもうなんか岩下さんの、うん 金言っていうか、言葉、うん、岩下さんになりたいから、ずっと一緒に行動するじゃないですか。えー、ランチとかもついていくみたいな。はい、昼も夜も一緒で、顔が似るんじゃないかと。<laughs> <laughs> でもそうやって評議して、脅威、はい、戦略で。金、はい、言あったんですか金言でもいっぱいあったと思いますよ。社長は嘘つかないって言って。だから、えー、あんまり担当者と、 ごちゃごちゃ営業、ごちゃごちゃ営業っていう言い方あれですと、社長に営業しろってすごい言われて、確かに、うん、その、 担当者から上がってってっていうやり方をする会社もあるんですけど、うん、私はできるだけ社長さんと会いたいっていうのを最初の方から言うようにしてて、そうすると社長さんはただの現場の人が足りないっていうニーズじゃなくて、実はこういう事業もやりたいから、この採用がうまくいったらそっちの部署のやつをやりたいとか、その常にやっぱり組織のことを考えてるので、その大きな決断もしてもらいやすいから、うん、社長は嘘つかないっていう、社長の言ったことは嘘つかないからって。えー 社長と仕事しろっていうのはすごい言われました。でもあの年表を見ると一年で。そうなんです。辞めちゃって。一年在籍って感じですか。そうですね。うんうん、私もあの時は子供だったなって思うのはうん、なんかその当時景気が悪かったんですよね。その本当は、<ー>その私はいた中央営業部っていう、うん、あの中央区だから、うん、金融系がもう本当によくなかった。それでも常に。 部内でトップのチームだったんでですよ、うん、でもただ会社としてはやっぱり千代田区と中央区は合併して一つの部署にした方がいいとかで<ー>そういう再編成が結構あったんですよね。はい、で再編成になった時に、まあ、千代田グループと中央、まあ、グループが一緒になった時、まあ、移動になったんですけど、うん、その移動先の上司と気が合わなかったっていうのがあって<ー>もうそれで <laughs> そのよくあることじゃないですか。はい なぜ気が合わなく暑かったかっていうと、うん、私はとにかく達成しなないい営業チームっっっててうのはダメだって思ってた、うん、なんかこう息もしちゃいけないじゃない <laughs> なんかこう営業チームっていうのは会社に与えられた目標をどうにか達成するチームだと思ってたんですよ。はい、でもその上司はまあちょっと現代的で優しくって無理しなくていいよみたいな感じ。<ー>で無理しなくていいって。<laughs> でも今の時代はそううだと思うんですけど私からしてみた たら無理しなくていいっていう意味が分からなくて、なんだんこの会社に入ったのに違うじゃんってまあ若いから思ったんですね。うん、その時にやっぱり自分が転職の扱ってるから転職してみようかなって思って、まあちょっと何人かの人に行ったら、うん、知り合いの社長さんがぜひ来てほしいって言ってるって言って、うん、まあその。 携帯電話のアウトソースを受けけてる会社さんんだったんですけど、うん、まあ当時は伸び盛りでソフトバンクとかいろんなキャリアが参入して、うん、まあそういう携帯のショップ店員を育成したり派遣したりするっていうアウトソーシングの会社だったんですけど。 で私は最初その社長さんがまあそう,いうふうに言ってくれたこと、人生で初めてうちの会社に来ないって言われたわけじゃないですか。うん、で、リクルートの活躍は聞いてるよみたいな感じで、うん、え、なんかすごい嬉しいなと思って、あの、お食事に行って、はい、一応入ろうかなって思ったんですけど、はい、その後またちょっと考えますって言って、うん、まあリクルートのビルに戻ってきたときに、うん あやっぱりそんなに簡単に転職するほどではないのかなって思ったんですよ。はい、悩んだんですよね。うん、そしたら、もう一回、なんか社長さんに呼ばれて、じゃあ、常沢さんはいくらなら転職するのって言われたんですよ。はい、いや、値段って思って、はい、で、なんか、うんじゃあ転職しないかもしれないから思ったこと言ってみようと思って、うん、桁が変わったら入りますって言ったんですよ。 それは本心だった。いや、そうですね。本心、桁があったら入りますって言ったら。じゃあ、一千万で入社してくれるって言われて。はいって答えちゃった。断ろうと、まあ、やっぱりリクルートの方がいいかなって思ってた。あ、うんとね、それは本当に分かんないんです。こ、こんなに簡単に転職していいのかなとか。誰かに相談した方がいいんじゃないかなっていうふうには思ったのは事実だったんですよね。そしたら、まあ。 誰に相談する間もなく、うん、まあ、そういうふうに、こう、社長が言ってくれて、うん、じゃあ担当は新規事業担当ね、みたいな感じで、うん、まあなんか、お金面でも、なんかやることもキラキラしてて、はい、確かに私、このあままリクルートで営業をずっと続けてて、死ぬほど働いて、そのうちヒゲが生えてくんじゃないかな、みたいな、うん、<laughs> ふうに思ってたので、うん、まあその、 結局営業かから何か次ののこととをすするっっていいうのは刺さったんだと思いますうん、うん、その会社でのお話ってあんまり聞いたことないなと思うんですけどその会社では特に私の、うん、新規事業を担当って言われても、まあ、具体的にはなかったんですよ何かやってくださいみたいな感じで。うん、で私がやったことは、まあ、その会社さんって、うん、その携帯電話のショップに店員を教育してまあ 送る。まあ、アウトソースしているんですけど、うんうん、結局、その会社で一番コストがかかる部分は何かって言ったら採用費だったんですよ。うんうん、要はその派遣の人を採用して教育して送るときに、その求人広告をもっともっとたくさん人が集まるようにできると、すごく効率が良くなるじゃないですか。はいはいはい で、私はそこで、求人広告。まあ、もともとリクルートだったから、うん、求人のやり方全部やり直して、採用をたくさんできるようにしたんです。だから、採用コストの削減、うん、大幅な削減をして、で、次に取り組んだのが、その、 結局、その取った人を教育して送るんだったら、最初から、モバイルアドバイザーっていう資格取りませんかみたいな感じで、その資格制度にして、そういうギャル気のある人をスクールに来てもらって、で、スクールでも収益が上がるし、採用費も、まあ、ゼロなわけですよね。えー、で、それで、モチベーションの高い人が来るっていう、この2つの仕掛けをして、まあ、一応自分の年収以上は稼ぐことはできたんですけど。えー、モバイル… アドバイザーという資格はを作ってたんです。ゼロから作ってしました。はいはい、えー。すごいじゃあ成果を出したっていう。そうですね。成果は出せたと思います。うんうん、そこはでも一年ぐらいでそこも辞められた。そうなんですよ。それもなんか私も本当になんだろう自分でこう事業を好きなようにやっていいよっていうふうに言われてやって、うんうん、ただその1000万 重いなっって思ったんです、ね、1,000万の年収を稼ぐには、うん、その私はまず採用費を削減して、うん、あとスクールっていう収益ででも1,000万円って私の絶対3,000万円以上の売り上げがないと私はペイしないじゃないですか1,000万円もらってるけど、はい、社会保険とか、はい、家賃とかそういうのを考えると会社っていうのは3倍ぐらい稼ぐっていうことだよねって思ったしでそれが なんか永続的にやっていくっていうのがすごいわからなかったっていう、うん、まあタイミングでなんか私もすごいいろいろ悩んで自分が何をやるべきかなってその授業において思った時になんか新規授業を調べてて、うん、その時になんかアイモードがめちゃくちゃ流行ってたんですよねはい、はい、でまさにこれからインターネットの時代だなと思って、うん、いろいろ調べてる時に本屋さんで あの三木谷さんんんのインタビューを読んだんですよ、はい、これからはインターネットの時代が来るみたいな、うん、三木谷さんがやってるビジネスモデルは楽天市場っていうもので、うん、EC でその地方の出店者が売るでお客さん買いたいものが買える、うん、で EC モールでその出店料っていうのは決まっててで私この楽天っていう会社はリクルートを超えると思ったんですよね。その場で 思いました。<ー>なぜかっていうと、リクルートは IT 化しようとしてても、やっぱり紙だままだから、<ー>マッチングって言っても、どんな風にインデックスをつけるかとか、その目次をどうするかとか、タブをどうするかで、まあもちろん、イサイズさんとかで当時やってたけど、はい、なかなかそこにはいけなかった。で、私がその、あの、モバイルやってた時、やっぱりインターネット、うん っていうのはすごいなって思ったときに、うん、まあその自分の事業を探しながら次のことを考えたときに、うん、楽天はその固定で毎月不動産のように出店者が固定でずっと営業1一回したらずーっと入ってて、で、かつお客さんはネットで物を買えるから、うん、これはすごい会社になるんじゃないかって思って、思わずエントリーしちゃったって、うん、そのベンチャー企業、 へのまあ、こうネガというかやめる理由トラブルみたいなところもあったりしたんですかうーん,うーんまず1個はやっぱり自分が新規事業をやり続ける能力のの限界みたいなあとまあやっぱり社長との相性っていうのはすごくいい時も悪い時もあって。 なんか人数も少なかったから、まだ自分が子供すぎて、全部を受け入れられなかったっていうのもあるんですよね。社長の要望を全部受け入れられなかったりとか、たまにリクルートの話をポロッとしちゃって、はい、で、それは私は比べてるわけじゃないんだけど、社長からしてみたら、<ー>なんか、まだリクルートのこと言ってるのみたいな感じで、<ー>多分その、 あまりいい気分でではなかったと思うんですよだからなんか嫌なことあったら転職すればいいじゃんって思った<ー>、うん、リクルートの時もさっきもその上司の方と合わなかったっておっしゃってたんですけど爪澤 <laughs> さんその合わない上司のパターンとかってあるんですか合、うん、わない上司のパターン当時はなんかその本当に自分の勢いを減速するようなことをされるのがすごく嫌だったんですよ。 自分はこんなに頑張りたいのに、目標行かなくていいとか、私はこう思ってて、たまたまそれが事例として出した社名が気に入らなかったかもしれないけど、言いたかったことはそういうことじゃないみたいな。<ー>なんその自分のマックスの情熱をかけてやってるところに、自分が合理的ではないんじゃないって思うことを言われると、私の加速が多分最優先だったんだと思う、うん。なるほど。自分のパワーを。 ちょっとそ、ね、ぐというかそうなんですそげたくなかったっていう<ー>スピードを落としたくなかったっていうちなみにあの楽天99年に開催されて、はいはい、多分社員数が十数人そう17人目の社員だったと思いますあなんかそこへの不安っていうのはなかったんですか？んなんか全然なかったですねうもうそれはちょっと転職慣れしたのもあるかもしれません,んやっぱ 最初、リクルートからちっちゃい会社行くとき、めちゃくちゃ怖かったんですよ。うん、でも、なんか楽天行くときは、まあ、なんかもう、転職慣れっていうのもあったし、やっぱりその新しい仕事にときめいていたし、うん、で、私はもうとにかくインターネットっていう業界に今自分が入れなかったら、 自分がビジネスキャリアとして終わるって思ったんですよね。つまり最初は紙媒体売ってて、はい、まあ営業のスキルはついたと。はい、で、まあ次は新規事業で採用マターのスキルはついたと。で、でもやっぱりインターネットが全部を凌駕していくって思った時に、うん、その楽天がこれから日本の IT 業界のまあメインになっていくんだって思って、自分は営業力しかなかった。まあちょっとした採用力。うん それでもう滑り込んだって感じですね。IT 業界に滑り込んで、うん。行かなきゃいけないんだ行かなきゃいけないって思いました。うん、なるほど。楽天ではあの最初に何をされてた最初は営業できるんでしょう、はい、みたいな感じで。うん、まあ何でもいいですって言ったんですけど。で、その EC コンサルタントっていう名前の営業マンでその出店の問い合わせが来てその出店をクロージングして出店してもらうっていうのと、うん、その出店したお店が お店を作るまでに看板変えたりとか商品カードどうやってやんのみたいな電話かかってきたりするのの、うんうん、まあ両方やっていいしコンサルタントなんですけど、もう私は本当に全然役立たずっていうか。うん、そうなんですかはい。電話かかってきても向こうが言ってること何にも意味わかんない。あ<ー> <laughs> でまあ、楽天も当時、研修とかしないで、取った人現場にすぐ行くみたいな感じだったんですよね。えー、99年なんで。はい。なので、 なんかどうしようと思ってまた辞めたいなぐらいの気持ち、うん、<laughs> せっかく採用してもらったのに、はい、でもしかも私が運が良かったのは、うん、その履歴書を夜中に送って 2>,、うん、2時ぐらいに送ったら2時半に返事返ってきて、えー、なんだこの会社って思ったんですけど、はい、一応手書きでも書いて送ったんですよ、はい、そ,その手書きで書いて送ってポストに入った あの履歴書在中っていうあの郵便物をリクルートの先輩がたまたまま取ったんですよねはい、はい、あ楽天にそうで先に行ってたリクルートの先輩が取って,ってで,、ね、で名前見るじゃないですか。はい、でそで赤保護って書いてあったから、はい、その名を三木谷さんとこ持ってって「この人絶対取った方がいいですよ」って言ってくれたんですよ。えー から一時面接から三木谷さんで、えー、で、そのそ<う>なんか仕事内容のこととか別途に話さなくて、いつから来れんのみたいな。はい、じゃあ8月末まで今の会社で9月から来ますとか言って、えー、おじゃあ,あのよろしくねみたいな。えー、いや、給与はいくらっていく聞かれて、いや、あの、いくらでもいいですって言って。で、いくらでもいいって言ったから人事が、あ、いくらでもいいんだなと思って。<laughs> っていう感じで。 まあそれです。1000万もらってた。はい。ですけど、はい、多分3分の1ぐらいになったと思います。なるほど。はい。そんなに減ることは良かったんですか。うん。まあ1000万は本当もらいすぎてたと思ってたし、<ー>それを維持するのが大変だったので、もうすべてを失ってもその IT に入りたいって思ったんですよね。給料を下げる転職ってなかなかしづらいかなと思うんですけど、しかも3分の 1, 1> 確かに。私の30までにっていうストーリーの中では。 もうとにかく賭けだっじゃあその賭けとしては一旦そこは下がるけど30までにその稼ぐ、はい、っていうところではんなんかね、はい、そんなにその30までに1億とか思ってた割にはそんな深く考えてなくて、てただ,だ楽天は IPO するからそれで。 株で長者になれるかなって思いました。<laughs> 最初はそのね、一、はい、週間、なんかもう、もやもやしてたら、はい、もう本当は私運がいいんですけど、うん、その履歴書を拾ってくれた先輩が、つえ、うん、ちゃん大丈夫とか言って、うん、私、マジでちょっとなんか、なんかよくわからないし、うん、その HTML とかもわかんないし、うん、どうしたらいいんですかねみたいな感じで、半べそだったんですよ。そしたらなんかその人が、なんか社長に、 すすすって言ってくれたみたいで、うん、常沢さん、ちょっとモチベーション下がってて、なんか、他のミッションとかどうですかねみたいなことを言ってくれたみたいでで、社長に呼び出されて、うん、なんか、入社して思うことあるって聞かれて、今のその EC コンサルのやり方は、ちょっと違うと思うし、研修もした方がいい。 え、じゃ、どんなアイデアがあるのって言ったら、その、お客さんを獲得する営業マンは、獲得する件数を目標に獲得する。でも、獲得した後、と出店するまでは、スキルもやり方も違うから、そこは分けた方がいいと思います アドバイスする人を別に。そうですね。ショップのアドバイスをする人と EC コンサルを分けた方がいいと思うんです。うん、効率的に受注できるし、お客さんの満足度も上がると思う。言ったら、へーみたいな。それいいねって言われて、うん、来週トラバーユの取材が来るんだけど、その時にその話してそのチーム採用してよって言われて、わ、はい、<laughs> かりましたって言って、で、そのショップアドバイザーチームっていうのを新設するっていうトラバーユのなんか、まあ、まあ、伸びてる会社みたいなので、 そのインタビューみたいなことでこういうことこういうチームを作りますって言ったらすごいたくさん応募が来てその人たち全員面接してまあ採用フローに乗せてで一週間の教育研修プログラムを作って最後にそのまあみんな研修で学んだ後 ショップを実際作ってみてそれを投票で誰がいいか決めるっていうプログラムを作ったんですよね。すごいそれがすごい評価されて、はい、まあ今でもショップアドバイザーっていう制度が楽天残ってるんですけど、はい、ま,あまずそれをやららせてもらったんです。研修プログラムを作るって言ってもまだ多分入社して全然間もないのにうそうそうだから自分が分かんないことばっかりだったから逆に良かったっていうか <laughs> スネザ澤さん自身もこうすごく評価されてっていう感じとかそうです、ねまあ、評価というかすごく。 使いやすい人だったっていうかなんでもそのやっぱり ip o する間ってすべきことにみんなやるじゃないですか、はい、でも本当はした役方がいい 玉が落ちてる。その玉を全部拾う役みたいなのをやらせてもらったんで、まあ、社長から直接匿名でこれをやってほしいみたいなの言われて、ミキタさんも忙しいので、打ち合わせるする時間が23時とか休日だったり、あとなんか講演会に広島行くからとか言って、その広島の新幹線の中についてって、帰り自分は鈍行で帰ってくるみたいな。<laughs> なんかとにかくその瞬間瞬間の時間でこれで合ってますかみたいな感じでお仕事してましたね。 でもその、常沢さんのこう、燃える、うんはい、燃えてる部分は、その今までのキャリアの中でも、一番こう、見たそれてるいる、はい、もうなんか、それまでは無駄なものも燃やしてるぐらいのエネルギーだったと思うんですよね。<laughs> はい、でも、楽天入ったら、すごい、うん、 エコな燃え方っていうか、<ー>なんか頭の使い方がすごくクリーンになったなぁと思って、うん、結局、右脳で考えてることと左脳で考えてることのバランスとか、うん、そのゴールまで行くには最短距離はどうなのかみたいな。それまではどちらかというと、自分でこうなんか、一生懸命一生懸命、あの、燃料っていうか、こう組み合わせて。うん、でも、そのやっぱり、三木谷さんのような、自分で経営をやっている方、 に直接その事業を作るっていうことをなんかフレームワークとして教わったので、それは本当めちゃくちゃ良くて、それまではなんかブルドーダーのように、なんかこの山を崩せばいいんだよねみたいな感じだったんですけど、そう、楽天入って三谷さんにスマートな話を聞いて、そうするとなんかこうでこうでこうでみたいな、なんかちょっと頭の中、ホワイトボードとかに書いてやるみたいな。 で、こう人もたくさん動かすわけじゃないですか。うん、だから、そういう意味では、なんかすごく、なんか、いろんな意味でキャリアがはまったなって思いました。ただ、そこから、もう一年で。そうなんですよ。はい。<laughs> ここも、いき。そうなんです。そうなんです。私、本当、ずっと、ここまでコンプレックスの塊で。はい、私って、一年ぐらいで、ジョブホッパーじゃんって思って てて今でもその楽天の話をお伺いしているとすごいこうまあ楽しく燃えてていい感じで来てるのかなと思ったんですけどなぜ一年で、はい、うんまあ色々あったんですけど、はい、なんかまあ年齢のことを考えたときにその楽天ってこう上場前だったんで MBA ホルダーの人結構入ってきたんですよねはいはいはいじゃあ MBA 持ってないと偉くなれないのかなって なんとなく思った。うん、まあ、社長も MBA 持ってたから、はい、やっぱ MBA ホルダーをたくさん。まあ、合ってると思うんですよ。うんうん、これから MA やったり、うん、まあ、その会社を大きくするには、うんうん、その、ドブ板系ができる人もいれば、うん、そういうこう、戦略的な思考の人も必要で。うんうん、で、私は、あ、そっか、私は結構ドブ板とか、雑巾がけとか、うん、そういうのは何でもできるようになったけど、MBA っていうものが、 もしかしたら26とかだったんで行って帰ってきて30までに間に合う最後の詰め込むやつかなって思ったんですよね。そこで取ろううってううあそでですす思ってめたんなるほど、はい、で三木谷さんにも「MBA、はい、取りたいです」って言ったら「それすごいいいね」って言って、はい、なんか円満に辞めれました「絶対取った方がいいよ」って言われてご自身もやっぱ MBA 取ったことはすごく人生の転機だったからって。 じゃあ30歳までに MBA を取得して楽天に戻るそう帰ってこようとうかなんかコンサルファームとかなんかわからな、はい、とにかく MBA 取ろうって次は思ったんですよね。はい次は MBA かと思ってはい、はい、えで実際その留学とかはい留学の準備のためになんかじ、はいまいろんな勉強あるんですけどク、はい、ロービス通ったりしたんですがうん、うん、結局 向いてなかった。<laughs> 一人で勉強するっていうのが向いてなくて、はい、ニートみたいになっちゃって、で、夜、こうはい、みんな暇だって分かってるから、飲み会に呼ばれて、はい、なんか飲み会用んで飲みに行って、はい、昼まで寝て笑っていいともんなが起きるみたいな <laughs>。<laughs> 私何やってんだろうって思って、はい、で、その時に、うん、その、でも私が、 まあまあ、スキルっていうか、まあまあ仕事ができて、なんか暇だったから、はい、結構いろんな人に、これ手伝ってくれないって言われるようになったんですよ。m b a の勉強もしてるんだけど、表面上は。はい、で、それが、その、社長、 かなんか例えば読みたい本を読む時間がないから1ページにまとめてくださいとかあとなんか会食のお店のリストアップをして、はい、女性のおすすめのお店をリストアップしてほしいとか、えー、あとその女性がその好むなんか新規事業を考えてほしいとか、はい、そうやって言われてなんかフリーランスで仕事してたらある時リクルートの先輩かなんか,なんか取引してた時、はい、法人にしてくんないって言われて法人にするって。 なるほどね。っ個人より法人の方が取引しやすいから、うん、法人にしてほしいって言われて、はい、あ、じゃあ会社を作るってことかと思って、まあ、つねかほこ研究所でもよかったんだけど、はい、なんかそれって自分の枠から超えられないから、はい、じゃあ自分が今頼まれてることってなんだろうって思ったら、まあ、女性っていうキーワードと、マーケティング、新規事業っていうことだから、はい、自分の周りの すごく優秀な女の子たくさんいたから、その人たちをネットワークしたマーケティング会社を作ろうと思って、トレンドリーダーを集めたとか、<ー>トレンドセッターが集まるとかで、トレンダーズっていう社名にして、女性向けマーケティングをやりますって言って、それで起業したんですよ。そういうことだったんですね。なんか起業ありきで楽天を卒業とかではない、はい、MBA が取れなくて、できちゃった企業 <laughs> なるほど、うん、その時じゃあ26とか十六のもう本当四4月18日に設立したんでもうギリギリに、はい、4月23日誕生日なんで26で駆け込み企業みたいな感じなへ<ー>、はい、そこからでもその知り合いからそういうのをちょっと受けてみたいな仕事をしばらくされてそうなんですそれが、はい、なんかすごく運が良かったのは、はい、当時女性社長っていうのがあまりにも珍しいわけですよ なんか私もとりあえずまずアシスタント1人雇おうかなみたいな感じで、うん、ネットで1人集めようと思ったら、はい、すごく優秀な大学生の女の子といろんな会社でインターンしてたテクノロジーができる男の子が来て3人で始めたんですよね。はい、でだ彼は何でもシステムとかも作ってくれたから、はい、じゃあまず会社のホームページ作ってサービスをさお知らせしようよみたいな感じで作ってくれて。うんでも 作っても誰も読んでくれないから、毎日みんなで日記書かないって言って、はい、で、<ー>順番にあるベンチャーの企業日記っていうのを毎日みんなで書いて、はい、それをマグマグで朝6時に配信するっていうのをやってたんですよ。うんそなんかそれが話題になって、ある、はい、ベンチャーの企業日記読んでるみたいな感じで、なんかみんなさん毎日1日1回トレンダーズを思い出してくれて、そっからメディアの取材とかがすごく来るようになったり、はい、お仕事がいっぱい来るようになった女性マーケティングやってる。へー あんまりじゃあこううういい事業をやろうみたいな強いあなかったですね。<ー>ただそのテーマとしてはやっぱり自分ができることで社会に役に立つことって思ったら女性だったし、はい、それで事業にするって考えた時やっぱりその女性活躍推進とか、うん、自分が女性で就職活動で苦労したこととか、うん、そういうのを考えるとまず女性がパワーがあるって 経済社会に認められるには女性の意見だって思ったんですよ。つまり当時ほとんど経営者が男性で、でも消費の中心は女性って言われてそこにギャップがあるじゃないですか。はい、だから私が女性でもそうやっていっぱい仕事が来たのは女性の意見を本当は経営者も知りたいんですよね。だからそれを集めることで女性にとってもハッピーだし男性も女性の意見を聞くっていうはいはい、はい そして女性の口コミのパワーっていうのはすごいんだっていうことを経済的に証明することが<ー>まず女性活躍推進の一番最初だって思ってそれをやったんですよ。最初にあのストッキング履いてる人がそうそう,そう ね、あのやるべきだっておっしゃってたことがつながってるという,かそ,う、ねはい、そうなんです事<ー>、まあ、業をやるにはやっぱりある程度継続的にできるものって思った時に本当に困ったニーズが大きなものがあって社会の役に立つものそれは三木谷さんがずっと「授業をやるっていうのは」みたいな、はい、そういうのをずっと聞いてたからなんとなく起業するよりも、はい、やっぱりコンセプトすごく大事だなと思って私は「女性」っていうキーワードにしようと思いました。ちなみにこれ だいぶお伺いしづらいんですけど、はい、そこからこう退任、うん。保育園に入れられないから、自分は介護をするんだって思ったんですよね。はい、最初はそのベビーシッターで起業するって言ったら。え日本に絶対広まらないよとか、みんなに否定されたんですよ。うん、ベビーシッター使うっていう、だったら奥さんが働き方をセーブすればいいとか。うん、決断するコツとか、キャリアの決め方のルールみたいな。 ものがあったら教えて欲しいなと思うんですけどなんか今思うと、はい、なんか私ってすごくぐちゃぐちゃで結果としてはそのトレンドーズを起業した時から一つのまあ社会に対してのテーマっていうか、うん、自分が仕事をする意義とか取り組むべき課題みたいなものに出会えたからそこからはずっと一貫してるなと思うんですよ、はい、それまではやっぱりこう一番熱量の高いところがいいとかその女性 でも平等に働ける、まあ、ちっちゃな自分のニーズに対して、はい、まあ一個一個の課題をクリアしてきたので転職したことが間違ってたとは思わないんですけどただ自分が本当一番良かったなって思うのはやっぱり社長のそばで働けたことだったんですよね。はい、つまり、まあ、もちろんねそのいろんな会社で上司に恵まれてその気づいた成長してっていうこともあったありましたけど。 私はやっぱ創業者もそばで働いて、その創業者の人たちが社会に対してどんな課題を持ってどんな風に取り組んでるかっていうのをそばで見れたのがすごく良かったんですよ。だからその皆さんがその転職するときに、うん、なんか私別にお金とかその、うん 環境とかって、まあ、ある意味ファクターではあるけど、これから長い人生生きていくときに、やっぱり人間が幸せになるには、一つ何かテーマを持てると幸せになれるなって思ってるんでしょうね。 R25 さんもそうだと思うんですけど、うん、そのこう悩んでる若者たちに光を当てるっていうテーマで、はい、そのテーマがあればこれもやってみようあれもやってみようってどんどん出てくるけど、うん、なんかテーマじゃなくてちょっとしたことでだけにこだわっちゃうとなんかずっっとと人生の広がりはなくなくちゃうと思う思んでだ、ねはい、か何かテーマを持ってそれを取り組んでいくことが 結構それに巡り合うまでは大変なんだけどそれを巡り合えたら結構幸せなんじゃないかなって思ってます創業社長っていう方たちはそういうテーマを持ってる人がやっぱり多いっていう。多いと思いますし、うん、テーまもちろん儲か,かればいいっていうやってるうちにテーマが見つかった人もテーマが見つからない人もいると思うんですけど、はい、私はこれからの働くっていうのは。 全員が何かの社会参加だと思うんですよ自分のお金のためじゃなくてみんなで何か社会を良くするために働いているっていう時代にどんどんなっていく時にそのテーマが重要で働く期間が長いので取り組むべきテーマみたいなものが見つかると幸せだなっていうふうに思います。 じゃあ今の会社にいた方がいいか、うん、転職しようかどうしようって思ってる人がいたら、うん、創業社長のそばに行けるかとか、うん、その人はどういうういテーマを、うん、そそですねその会社がどんなテーマなのかって改めて考えてみるとか、うんうん、そのテーマを持って考えてる人のそばに話を聞きに行くとか私、なんかリクルートを辞めた後とに、はい、まあリクルートってすごくいい会社だからなんか当時の社長にのみに誘われたんですよね。<laughs> <え> <laughs> 辞めた後、はい、なんか 飲みに行っって、はい、なんで辞めちゃったのみたいな、はい、こうでこうでこうでみたいなそんなのなんかやめる前に言ってくれればよかったのにって言われて、はい、<laughs> まさかかか。社長が話聞いいててくれるなななんて思わなかったじゃないですか、はい、だからそのテーマを持ってる社長に聞きに行ったらもしかしたら部署移動とかを示されたら、はい、いたかもしれないなって思うので、うん、私の場合はどちらかというともう自分で決めて自分で進むけど。うん できるだけ同じ会社にいるっていうこともすごく幸せなことだと思っていてだからそのテーマを思ってるところの近い人に相談に行ったり話してみたりすると、はい、あなんか自分がちょっとした誤解だったんだなとか、うん、この不満はなんかプロセスの一個だなとか思えると思うので私は最近その転職しやすい世の中だからこそ、はい、あまり皆さん気軽に転職されない方がいいと思ってて<ー>よく考えてほしいなって思います。はい まあいくらでもまた行けますよ、多分この,、うん、このこれだけ若者が必要とされている時代、はい、だけどあっちに行ったりこっちに行ったりしてテーマがなかったら結局、何も自分の中に自信が、うん、だから辞めるにしろ何をここで成したら卒業だっていうふうに思って次行ってほしいなと思います。はい、やめるる前にじゃあ社長に相相談談しろ相談するとすか、はい やり残したことはこれだって思ってやり切る、うん、で、やっぱり人間って自信がないと次に行けないのでその辞めるにしてもここまでやったからっていう区切りがないと次に行けないんじゃないですかね、うん、逃げちゃったっていう風になるのはよくなくて、うん、私も本当にトレンダーズ大変な時に、うん、なんか藤田さんに辞めたいって言ったんだ、はい、辞めるのは簡単だけど上場するって周りに言ったし決めたんだから まずはそこまでやってみればっていう人生後悔するよって言われたから。そうだなと思って、私も決断するときはその逃げじゃなくて。決めたこと終わったから、退路を立って次に行くっていう。なるほど。ことがすごく重要だと思ってます。ありがとうございます。はい、決断力つけるには、決める癖ですね。決める癖。決める癖、なんかみんな決める方法がないんですよね。うんうん、なんか例えば。 ご飯食べに行っても相手と同じものにするとか,、はい、なんか旅行行くにもなんかみんながいいって言ったところとかあと食べログ見たり、はい、その一級のコメント見てやっぱやめようって思ったりでも自分がいいと思ったことを経験してみないと人の人の生生きちゃうんですよ、うん、決め癖をつけないと自分でなんでこれ決めたんだっけって決めたことを最後までやらないといつまでも正解を探す人生になっちゃって正解ないじゃないですか。 誰かが決めたスタイルを確率論で生きてって、はい、そんなこと一度きりの人生ダメだよって思います。ええはい、私も金髪にしてみたかった。もう30過ぎてからえかっすごい,い。えー、逆に20代の頃はもう周りの目が気になって、えー、もっなんかオフィスカジュアルの綺麗綺麗眉でしたよね。マスオの頃は。へ、ね、えー。えー、30になってもう自分の好きなことや。ろういやでも本当そうだね。 っのっななかっこいい爪澤さん今から金髪かね金髪にしたい。